皆さん、プレイこんにちは、ナシタです。元気ですか？皆さん、今日のゲストはベラルーシから来たエドゥィガです。こんにちは、名前はイアドビーカですけど、短くするとイアジャって呼んでも大丈夫です。で、なんか来たのはベラルーシで、ウィテプスクという町から来ました。うん、あのウィテプスクはね、とても綺麗な町だと聞きました。はい、そしてベラルーシに住む時にウィテプスク行きたかったんですけど、行けなかったです。なんかすごい素敵な雰囲気があると聞きました。なんかいろんな、なんていう日本語とか、なんかチャーチがあります。あの教会、教会がたくさんあって、で、なんか実はビテプスクはマルク・シャガールの地元なんです。そう、はい、日本語をどこで勉強したの？ビテプスクで、あるいはミンスクで？日本語はミンスクで勉強していて、うん、多分4年間ぐらい勉強していて、そこから、ま、日本に来ました。あ、ちなみにあのミンスクで勉強した時に眩しい眩しい眩しいね、今日は天気いいね。天気いいね。専門は何だったの？あ、その時の専門はなんか経済だったんですけど、お、はい、もう全然何も覚えて覚えてないですね。まあ長くのやつ買わないとね、忘れちゃうな。言語と同じ、言語と一緒、うん、そう。え、じゃあ日本語を大学じゃなくてなんかどっかで勉強したってこと？はい、そう、なんか日本語はなんか日本語の学校みたいな、あ、通いながら大学にも通って。なるほど、そういう感じ。お、じゃあ日本語をなんか日本語学校で勉強して、ミンスクにある日本語学校ですね。で、専門は日本語じゃないんだけど、どうやってあの日本に来たの？はい、なんかそういう経済の学生、まあ、経済学部の学生も日本に、なんかそういう交換留学生として来れるの？あるいはどうやって来たの？なんか実は日本の政府がなんか NEXT というプログラムがあって、そう、それでなんかいろんな試験とか乗り越えて、あ、なんか来ました。なるほどね。じゃあ今は学生？今は学生、今は3年生で横浜の大学に通っています。いいね、学生の生活最高だね。あ、懐かしい。懐かしい。懐かしい。めっちゃ懐かしい。え、今の専門は？今の専門は経済？なんか同じように経済みたいな経営にあったんですけど、まあ、大体は同じことを勉強しています。え、授業も日本語で行われてる？そう、授業も日本語で。すごい。ちょっと やばい、たまにやばい。たまにちょっとやばくなるんですけど、まあ、でもね、すごい、あの日本語の勉強とかもね、そう、ためになるし、頑張ってください。ありがとうございます。なんで日本語を勉強し始めたの？はい、なんで、なんかちょっと長くなるかもしれないけど、なんか長いストーリーがあるし、なんか子供の時になんかテレビでとかアニメ流れてたんじゃない？多分ロシアにも、うん、なんか私が4歳の時になんかポケモンとかセーラームーンが流れてて、それを見て、もちろんロシア語だったんですけど、最後のなんかエンディングソングが日本語でなんか流れていて、それでなんか、そこだっけ？そう、そこからなんか綺麗だなと思いました。日本語、日本語綺麗なので勉強しようかなと思って。なるほど。私もあのポケモンとかセーラームーンとか見たんだけど、あとシャマンキーでも、その時はあの日本のアニメだと知らなかった。そう、なんかあの全部ロシア語でなんか放送されてじゃん、ね、だからまあ海外のまあアニメーションなるほどだなと思ったんだけど、あまりなんか日本だとなんか全然感じしなかった。その時はなんか日本はどんな感じかも知らなかったから。なるほど、うん、でもまあ面白かった。私の、お母さんの妹もあの私と一緒にセーラームーンを見てた。でも彼女はあの全然あの日本になんか特に興味が、まあ、興味が、まあ、一回ね行ったことあるんだけど、私と一緒に旅行大阪に一緒に行ったんだけど、でもなんか日本語を勉強したいとかそれはなくて、まあなぜかというと二人ともその時はそれはもう日本のアニメだと知らなかったから。なるほど。あの大学に、はい、あの入る時に、はい、
日本語学部とかに入るなんか予定とかはなかった？もう経済がいいとか。そうですね、なんか日本語学部も一応考えてたんですけど、うん、なんか試験がちょっと難しくて、日本語経済より難しいの？経済よりそうそうなんか日本語だとなんかいろんな歴史とか、うん、そうそういう感じでしょ、なんか、うん、私数学とか得意だったので。あーなるほど。じゃあでも数学、私はあの大学に入るときに、うん、ロシア語、数学、歴史、英語あの受けないといけなかった。まあそれ4つ受けた。そう、4つも4つ、なんか3つしか選べなかった。なんか私のなんかロシア語かベラルーシ語かと、何歴史と、なんかソーシャロジーみたいな感じ。あーなるほど、分かった。社会学みたいな感じ。だからなんか社会学も歴史もなんか高校2年生まで全然勉強しなくてだから1年間でこれを勉強するか、今なんか得意な数学と英語行くかみたいな選択肢だったんだけど。なるほど。ちなみに面白い違いは、あのまたベラルーシもそうだと思うけど、ロシアもそう、あの学部によって試験が違う。大学によってじゃなくて学部によって、大学と学部によって試験が違う。違うね。そうだから、まあ私の大学で日本語学部に入るには、うん、まあ数学とロシア語はもう全員必須。全員必須。全員あの受けないといけない。英語も？英語は必須じゃない。数学とロシア語。でその後はまあ学部によって必要なあの科目を選んで受ける。うん、2つも？まあ私の学部はそう2つ必要だった。歴史と英語必ず必要だった。ちょっと難しそうなんかしかも聞いたことあるんだけど、なんかロシアのなんか試験ってなんか筆記でしょ？あの前は筆記試験だったけど、うん、でも、私はまあ高校を卒業する際にもうなんかあの、うん、テストみたいな形になって、でもあのそのテスト一部はテストで、一部は筆記試験。それがそう、数学もロシア語も難しい、英語もそうでしょ、歴史も。あそうだね、もうなんか、うん、一部はテストで一部は筆記試験だった。そうでもベラルーシは全部テストなんだよ。そうなんだ。だからなんか受かる確率めっちゃ高いなるほど、それは知らなかった。めっちゃ楽めっちゃ楽。いいねあでも中学校から高校に入るために、うん、ここにもう一つの試験があって、大きい試験で、その試験はあの今はなんか一部テスト一部筆記試験だったけど、私は勉強した時に、うん、まだ学校で勉強した時に全部筆記試験だった。全部そう、お疲れ様です。中学校の、あの試験はやばいなあ。そう、面白かったのはあの数学とロシア語を筆記試験だったけど、うん、それ以外はあの自分で選ぶ、まあ、自分であの2つの科目を選ばないといけなかった。なるほど。でその以外の2つの科目は口頭試験だった。一番そうみんなが一番嫌なやつでしょ。うん。でその時はちなみに私は社会学とあの地理学を選んでた。まあ、その時一番あの得意科目だったすごいな中学校の試験も、中学校の試験もあなんかテストはあったんですけど、あまりよく覚えてないあそうなんだ。じゃあ日本に来たのは、いつだったっけ。2019年。あいいね、ちょうどコロナの前だね。そう、ちょうどまだ1年間はなんかいい生活して生活してめっちゃ旅行して自由な生活してそう。その時は初めて日本に来たの？あその時は2回目。2回目。1回は旅行に来たことある。1回はなんか旅行っていうか日本語学校、あ留学、留学みたいな 1ヶ月だけだったんだけど、まあすごく楽しかった。いや楽しいね。私も1回留学に来たことあって、まあ、同じように1ヶ月、多分サマーコースみたいな感じで。そう、うん、いやあれはね楽しいねめっちゃじゃあ初めて日本に来た時に、はい、なんかびっくりしたことあるの？あなんかたくさんあるんだけど、うん、なんか一番なんか今でも記憶に残ってるのはなんか、うん、駅に行くじゃん、うん、行く。
そこそれでなんかみんな列に並んでるでしょ。あーそうだね。それでなんかめっちゃびっくりした。あそう、私もびっくりした。あれなんでみんな並んでるんだろうな。そう、なんで自分の意思でみんなが列に並んでるんだろうなと思いました。だって そうだねでしょ、うん、だってベラルーシもね、ミンスクは並ばない。並ばない、みんな並ばない。並ばない。ただなんか一番なんか入ったもの勝ちみたいな。早い者勝ち、早い者勝ち。そうだからみんながボア並んで、でドアが開けたときにみんなガーって書いてるでしょ。うん。そうだからこれはさすって感じ。だから今でもちょっとショックちょっとショック。すぐ慣れた、まあ、あまり慣れた半年ぐらいかかったかもしれない。あ、まあ、だよね。なんかそういうなんか所感はないのなら、なんか地下鉄に入ると、そう、なんか並ばないといけない、並ぶ、なんでここがいいみたいな。うん、でもね、あのそういうなんか日本のところに慣れると、そう、なんか逆にあのそう、それミンスクとかモスクワに行くと並びたくなる。で逆になんでみんな並ばないんだろう、そっちの方が入りやすいじゃんとか思う、ね、逆の、うん、で並ぶとあの出る人もね、電車からなんかめっちゃ、まあ、出やすいし、でその後も入りやすいし、うん、そっちの方がいいなってでしょ、思うようになる。あともう一つある、うん、もう一つはなんかコンビニで、多分日本の方だとみんな慣れてると思うんですけど、なんかコーヒー牛乳を買うときはコーヒー牛乳買って、そのパッケージに入ってるやつ、うでレジに行くとなんかまだなんか袋が無料だった時代、あったね。あったね。その袋に入れてなんかストローも入れてくれるっていうのが優しいなと。ストローは今でも無料で、そう、今でももらえる、なんかすごいなとなんか思いました。そう、確かにあの私はなんか飲料水、まあ、そういうなんかパッケージに入ってるものはあまり買わないけど、うん、でも私は感動したのはスプーン、アイス用のスプーン。わかる、アイス用の。そう、なんかアイス買うときに、なんかそういうあの棒ついてるやつじゃなくて、そういうお皿とかに入ってるやつだと、うん、必ずスプーンもあの出してくれるから、え、なんかすごいでしょ。なんか今でも慣れないな。慣れなくて今毎回びっくりします。本当に。私はもう最近あのびっくりするのは、たまにあの出してくれない時があって、あそれ逆になんで。あとすごくいいと思うのは、うん、コンビニでコーヒーとかも買える、そのコーヒーマシンのコーヒー、そうで普通に美味しいし安いし、ロシアでそういうところあるけど、ベラルーシもないと思う。ないかも。スーパーとかに入ってコーヒー買わないよね。買わないな。いや大学の生活はいいね、楽しんでください。あと1年、はい、楽しみます。はい、ヤムさんということで、今日の動画はここまでになります。最後まで見ていただいてありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。パカ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 。ダボボチーニダボボチーニ。